もうね、もっとみんな遊んでほしいよね。ちょっとこうなってる、そうそう、なんかね、視野が狭くなってるっていう、そう、狭いところに向かってみんなが同じ方向を向いていくっていうのは、もうそういう時代じゃないような感じがするんで。確かに、そうそう、そうですね、自分の決めた道を別に行く必要はないと思うし、決めた道が変わってもいいし、変えてもいいし、どんな道でも全然いいと思うんで、なんかそんな人がたくさんいる、できたら、もっとなんか平和な、それこそ平和なね、明るい、なんか世の中ができるんじゃないかなって、そんな風には思ってる。まあそんなことよりも自分は、ね、僕自身が楽しいなと思うこと、やってる中で、それを僕がやったことで誰かが、楽しくなれたら嬉しいし、自分が笑ってたら誰かが笑う、そんな風な影響が出せたらいいなと思うんやけども、別にそれがメインじゃなくて、自分が楽しいなと思うことをまずやり続けていくっていう、そのための旅行でもあるし、そのための今この時間でもあるとは思って、今すごい日差しがね、あったから今いい感じに光ってますね。そう僕名前チューって言うんだけど、通称ね、通称、そうニックネームはね、あ、ニックネーム、それは僕が中心だって、世の中の中心は僕なんだって。おー、いいですね。そう僕が太陽なんですよっていう。いや、いいと思います。太陽はただもう照らし続けるだけっていうね。その、ね、やろうと思ってらっしゃること、まあ、今までやってきた無人島のこととかもすごいマッチしてるなと思いましたね。なんか、はい、そんな生き方をね、やっていきたいなと思うし、それにこう、そんなで応援したいなと思う人がいたらぜひ応援してほしいし、応援してもらえたら嬉しいし、そんな感じかな。なんか若い人のそういう生き方に憧れるというか、したいけれどもちょっとできないなとかって思ってしまってる人多いと思うんで、なんかいろんな人のパイオニアじゃないですけど、光というかね、そうなれたら嬉しいなと思うし、すごいいろんな人に響くメッセージだなと思います。僕思うのは、努力は別にする必要がないと思ってて、ちょっとした勇気があれば、いいなと思うし、で、あと自信があるとかないとかっていう話よく聞くけど、自信は自分でつけることはできないと思ってて、後からついてくるものかなと思ってて、でも勇気っていうのは自分でどうにでもできるんだよね。出そうと思います。勇気を持って一歩進むこともできるし、その一歩を進んだからこそ、それが自分の経験値となって自分の自信につながっていくっていうふうに思うから、まず勇気を持って、ね、ちょっとでいいから、そんな大きなことをする必要ないと思う。右にあるものを左で動かすだけでいいと思うの。あ、なるほど。そうすると目に見える環境が変わるから、そうすると何か違うことにチャレンジするできるかもしれないし、前にあるものを後ろにやるだけでもいいし、そんなことを やればなんかすごく面白いことが見えてくるかもしれない。そこになかったはずのゴミが、ね、出てきたりとか、ね、あ、なるほど。ひょっとしたらそれは自分大切にしていたものかもしれないよね。あ、こんなとこにあったみたいな。あ、なるほど。面白いですね。確かになんか大きな目標にこうなんですか、とらわれて進めないみたいな人って結構多いと思うんですけど、私も含めてなんですけど、なんでその中がちょっと右にある間に動かすみたいな感覚でやってみるっていうのはすごいいいというか、それぐらいの気持ちでね、そうやればいいのか。なんか本当にちょっとしたらできることで、なんかすごく結果的にはね、大きなものにつながっていくような気がするから、絶対とは言わないけど、それなんか絶対ないんで、でもやってみる価値はある。何もしないよ。ありがとうございます。最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。これ今もう同時配信してるのか今。そうじゃないよね。そうじゃない。視聴者の皆様、まあ、こんなやつですが、よろしく応援してください。じゃあね、以上です。